はい、というわけでね、皆さんこんにちは。今日はね、岡山と香川県のね、まあ、境目ですね、本当に境目の吉島っていうところに来てます。まあ香川のね、島になるんですけども、まあ、こちらはね、この目の前にゲートがあるんですけど、もうこの道ね、一般のね、車両は通ることはできません。どういうことかというと、この島の人だけしかこの道は通ることができないの、できないんですよね。で、まあ、こっち来るとしたらバスで来るか、その、まあ、この吉島っていうのはパーキングエリアがあるんですけど、そこに止めてここまで歩いて来るかっていう、この2つの方法のみでございます。ちょっと今日はね、この吉島を歩いていこうかなと思います。以前もね、2度ほど撮影したんですけども、今回はね、ちょっとカメラも安定しまして、新しくなりまして、見やすい感じでご紹介しようかなと思います。はい、というわけでね、吉島ということで、まあここはね、昔からなんか、まあ、この漁業とかが、まあ、当然有名なだったりとか、まあ、塩を作ったり、塩業とかね、製塩業とかも増えて、移住者が増えていたという過去なんですよね。で、1980年には島民361人で、まあ、家庭農家が採石業に関連した仕事をしてたと書いております。で、1988年には、人口が500人以上ということですよね。で、まあ、この瀬戸大橋が通ってるんですけど、その瀬戸大橋ができてから、このやっぱ人口がね、減っていったということですよね。まあ、この 橋を通ってね、もうまあ、香川とか岡山に住み着いた、移住した人がね、多く、いました。で、まあ、1988年は500人ぐらいいたんですけど、500人以上いたんですけど、その2年後の1990年には277人、半分ぐらいの人がね、外出ちゃったということで、2005年には142で、この2015年には81人となり、高齢化も進行しているという島でございます。まあね、見る限りね、全く人には会ってません。人も会ってないし、車も全然見えないです。まあ、そういう場所に今日は皆様と一緒に歩いていこうかなと思います。もうこの目の前にはね、瀬戸大橋がね、通ってます。すごい大きいですね。じゃあ進んでいきましょう。ちょっと今日はね、本当に簡単に回っていこうかなと思います。で、今日の目標が、ちょっとね、映えスポット的な感じで、この先にね、なんか昔のバス停みたいなのがあるので、そこで今日は終わろうかなと思います。ひとまずこの先進みます。で、この上に見えるのが小学校でございます。ちょっと行ってみようかな。
当然ながらね、こう小学校と中学校あるんですけど、すべて並行しております。よいしょ。今はね、あの体育館と給食場かな、まあなんかそれだけが残ってるんですけども、で、あと二宮金次郎の像が残ってます。で、この先ですね、多分郵便局があったような島の郵便局が、今日はね、あの土曜日なんで、まあ、やってはないと思う、やってないと思うんですけども、ありますね。で、まあ、ちなみに ね、郵便局もあるんですけど、警察署
交番発書かなも存在します。ここは港ですね。で、今日ね、今日の目的地がもうすぐそこにあります。こちらでございます。バス停ですね。これちょっとね、船みたいな感じであるんですよ、中がね。本当にこの瀬戸橋が見えるこの横にあります。ちょっと外側から見ていきましょう。本当に船を埋めたかのような感じです。裏城というねバス停でございます。一応ここも観光スポットになってます。で、まあ、このバス停のね裏がねゴミ収集場になってます。今はバス停のまあ、待合室になってます。中はこんな感じです。まあ、どう見てもね船みたいな、作りになっております。もう船ですね。あそこがお寺かな。そんな感じでございます。でそのお寺の手前、この目の前ですね、ここが小学校のプールでございます。プール跡かな。こんな感じです。今は使われてません。というわけで帰りましょう。釣りしてる人がいますね。まあ、この島の人ではないと思うんですけど、ちらほら釣り人がいます。この辺結構ね、なんか魚釣れるみたいだね。おそらくパーキングエリアから駐車場からね歩いてきたのかなっていう
感じでございます。でこの目の前にお墓がたくさんあります。おそらくこのね島の方のねお墓だとは思うんですけども、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。島をね半周したような感じですね。ぐるっとあのこの小学校を中心にということです。というわけでね、ちょっと機会があればぜひ皆さんちょっと立ち寄ってみてください。観光スポットとしてね PR されてる部分もあったりします。昔は本当に人がいたんですけどね。というわけで今日はありがとうございました。それでは失礼いたします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や
上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。